ップバッターから張り切って行ってみよう。ハロープロジェクトの新しいグループになりますっていうのを聞いたときは、あ、私ハロープロジェクト大好きだった、ハロープロジェクトで活動できるんだっていうのは本当嬉しかった。それはやばい、ごめんなさい、本当に今も涙腺がおかしいんです。年齢的にもいつダメになるかわからないなっていうのはあったので、正直、はい、失礼します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 。何ですか、え、これえ、何でですか、え、せーの、あれ、銀座さん、銀座さん、銀座さん、これなんかさ、ちょっと見覚えある気がする、こういうの。全員すごい個性的だし、それぞれが自分の色を持ってる子たちなので、それが埋もれずに混ざるんじゃなくて、こうそれこそ虹みたいにこう色が並んでるみたいな、そういうイメージのグループになれたらいいなみたいな。あー、なんか上手に言えない。待って、次前田くんがちょっと待って、はぱっと見おとなしそうなお姉さん的な感じに見えるんですけど、で今ショートカットなのでちょっとなんかかっこいい感じなんですけど、でも中身はすごく乙女で、お化けが嫌いだったりとか、でもすごい頑張り屋さんなんですよ。っていうのはすごく私から見てても真剣だし、本人は嫌がるんですよ、真面目とかって言われるのすごく嫌がるんですけど、できないってなったらすごい人一倍悩むし、人一倍考えるし、僕なんかがグランプリなんて取れるもんか、グランプリなんて、グランプリ。なるほどね、まあ宝塚っぽくていいんだよ。僕なんかがグランプリなんて取れるもんか、グランプリなんてで落としといて、グランプリって言った方がもっと、はい、僕なんかがグランプリなんて取れるもんか、グランプリなんて、グランプリグランプリなんて、もっと吸って吸ってグランプリ。なんか欲しさが足らんねんな、欲しさ、はい、頭ですごい考えちゃうんですよ、なんかパッていう風にできないタイプなので、なんだろう、頭で考えてなんか余計分かんなくなって結構苦戦しますね。僕なんかがグランプリなんて取れるもんか、グランプリなんて、グランプリOK。 すごいびっくりしたんですけど、あのメガネの男の子はすごい大好きで、だからなんか続編とかないかなとかちょっと思ってたりしてたので、だからすごい嬉しいです。ユハはすっごい人見知りなんですよ。最初私も同じグループですってなる前はおとなしい子、人見知りな子っていう印象しかなくて、でも歌がすごく上手いので、でダンスも結構キレッキレに踊るから、歌とダンスめっちゃ上手いけどこの子おとなしいんだよなぐらいにしか思ってなかったんですけど、絶対彼にはかなわない、絶対彼にはかなわない、絶対彼にはかなわない、そんなイントネーションで一回やってみて、はい、絶対彼にはかなわない。とにかく人見知りなんですけど、自分でもわかんないんですけど、歌って踊って人前に立ってる時はその緊張しなくて楽しくて、だからずっと歌手になりたくてオーディション受けました。初見乱用公私今度文化祭自己一応の恋、初見乱用公私今度文化祭自己一応の恋ぐらいちょっと振り切ってたんで、初見乱用公私今度文化祭自己一応の恋 OK、はい、じゃあ次行こうか、はい、ミーミーはもう天然ぶりっ子っていう、もう一言で言うなら喋り方もそうだし動きもそうだし、なんだろう、持ってるものもピンクとかあのフリフリとか、もう常に笑ってるんですよ、常にニコ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 してて癒されるんですよね、なんか癒し系ですかね、グループのポジションで言ったら。
絶対彼ならグランプリ。遅いね。はい。絶対彼ならグランプリ。絶対彼ならグランプリ。絶対彼ならグランプリ。おお、ギリギリオッケー。もうちょっとよどみなくいける。あの、私歌もダンスも得意じゃない。あの得意、あの大好きなんですけど、本当に大好きなんですけど、歌もダンスも、本当にまだまだだなってとっても思います。あまり気持ちが届かないというか、あまりちゃんと歌えてないのかなって思うところあります。絶対彼ならグランプリ。それでいこう。はい、じゃあその振りをつけよう。今やった、それでやってみて。はい、テイク3お願いします。絶対彼ならグランプリ。なんかすごい、なんか楽しかったです、今回のレコーディングは。結構なんかいつもすごい緊張してガチガチになっちゃうんですけど、なんかすごい楽しくできました。桃姫は年は一番下なんですけど、すごいしっかりしてるんですよ。下手したら私よりしっかりしてるんじゃないかなっていうぐらい、頭もいいし、なんか考えてることもすごい大人だし、人としてすごいなって思います。桃姫はなんかボイパとかもなんかできるし、です。そんな中突然現れたシンデレラボーイの原石、私の恋はこんな風に始まったの。ねえちょっと男子、間に合ってませんね。はい、もうちょっと巻きでいかんない。はい。アクセントの毎日。そんな中突然現れたシンデレラボーイの原石、私の恋はこんな風に始まったの。今日の個性は公園が大好きで、なんか昔のちっちゃい頃撮ったビデオとか見たりするんですけど、時々なんかいろんなものに挨拶をするみたいな、なんか葉っぱさんこんにちはとか、あブラッカさんおはようみたいな感じで、もう全部に挨拶する系女子でした。そんな中突然現れたシンデレラボーイの原石、私の恋はこんな風に始まったの。ねえちょっと男子、うん、間的にはこんな感じじゃない。はい、私は文化祭実行委員長の清野、女装コンテストの準備で悪戦苦闘の毎日。そんな中突然現れたシンデレラボーイの原石、私の恋はこんな風に始まったの。ねえちょっとだ、うん、いいんじゃないかな。はい、なんかソロでもいけるぐらいのパワーをその5人一人一人が持ってれば、もう最強になると思うので、そういう気持ちは忘れたくないなと思います。この曲うまく歌えるようになったら自分苦手克服いっぱいできるなっていう風にも思ったので、それも含めてすごく皆さんの前で歌うのがすごい楽しみです。帰れば落ち着け、ちょっとすいません、ごめんなさい。なおみきゅん、彼は気づいてないだろうな自分、はい、彼は気づいてないだろうな自分の美しさに。うん、今よかったね。はい、ちょっと意外とせっかちって言われます。なんかせっかちにしてるつもりはないんですけど、例えばなんか本番前の準備が人よりかなり早く終わってたりとか、あとはちょっとなんかドジみたいに言われます。結構何もないところでこけるので。今年の女装コンテスト栄えあるグランプリは、いやちょっと可愛い目なんだね。そうですね、私のキャラ設定的には、うん、なるほど、じゃあそのキャラでいくよ。はい、今年の女装コンテスト栄えあるグランプリは、はい、あるで止めずに。私はちっちゃい頃からお芝居とか歌ったり踊ったりとかっていうのがすごく好きで、まあなんかそれこそ本当にアイドルが一番やりたい仕事だったんですよ。はい、あるグランプリは、今年の女装コンテスト栄えあるグランプリは、こうよどみなくいくねんけどちょっと溜めていく感じ、見せてみようか、はい、今年の女装コンテスト栄えあるグランプリは、うん、いいんじゃないですか。OK。 はい、私たちのグループは結構こうほんわかした感じと、あとこうなんかツボが浅いので
一回こう話題に入っちゃうとなかなかそのツボから抜けられなくてこうずっとこう笑ってしまうので切り替えがなんかこうふざけるときはふざけるでもしっかりこうやるときはやるっていう風にこうちゃんと切り替えてこうできたらいいなと。でもなんかこう楽しいグループがいいのでなんかいつもこうなんかギスギスというかそういう感じよりはいつもこうみんな笑顔で楽しい方が私もなんかこういいなって思うのでそういうグループを目指してはいます。すごいストーリーが前回のメガネの男の子からすごいどんどん広がっててなんかもっと続いてったら面白いなって思います。今倉梨花ちゃんはあのグループの中では一番近い年なのでなんかこう割と話しやすい感じではあるんですけどなんかこう私がなんかこうちょっと違うことを言っちゃってでも市岡さん違いますよって言ってくれるのは結構こう島倉ちゃんが多いのでなんかそういう部分ではなんかこう支えてくれてる感じはすごいあるので。てか私のタイプのど真ん中なんか遅れてるけど私のタイプのど真ん中はいてか私のタイプのど真ん中あーいいねちょっとやってみよう、はいはい、てか私のタイプのど真ん中そうそうまあそんな感じね、はい、ちょっとリズムが良くないけどね入り口がね、はい、マイペースって言われますなんか行動が遅いあとなんか性格がなんかほんわかしてるというかふわふわしてるって言われます。今まではずっと全部受け身になってしまったりしてたんですけど選ばれたからにはもっと自分からもどんどん前に行けるようにしたいなって思いました。てか私のタイプのど真ん中惜しいなもうちょっとだな。前田がメガネを外した瞬間に清野がズキュンときた瞬間だもんね。はい、うん、だから息を飲むというか息を飲む、はい、ああいいねてか私のタイプのど真ん中そこだね。はい、はい、もう一回やってみよう。はい、てか私のタイプのど真ん中いいじゃない。はい、オッケー、はい、こうやって続編ってことで曲がまたできてるって思うとなんかすごい楽しいことだなって思いました。西田しおりちゃんは一番多分グループの中でしっかりしててあと頭の回転が早いのでなんかこう私が例えば何か言ってて言葉が足りなかったらそのちょっと足してくれたりしてくれるのでなんかすごいこう頼りがいがあるというか。タオルで汗を拭うとき、メガネを外した素顔にキュン。メガネを外した、ず。外した。はだでだでだってなるから。外した。外した。うん、学校ではあんまりおとなしめだ方だと思います。でも、不思議とはよく言われます。くっついていっちゃったりとか人に甘えたりしちゃいます。タオルで汗を拭うとき、メガネを外した素顔にキュン。いいじゃん今のキュン、その感じでいこう。はい、もっと大げさにやってみてよ。キュン、タオルで汗を拭うとき、メガネを外した素顔にキュン。おお今のいいねいいよ今のキュンバッチリ。はい、予想をこう斜め上に超えてきたというか全然こう助走はちょっと全然想像してなかったので井口さやちゃんはなんかこういつも結構明るい感じで能天気な感じなんですけどでも何でもこう人に合わせちゃう傾向がある子で、まあ、それがなんか徐々にこう自分でもちゃんとなんか発言こうできるようになったらいいなっていうふうには思います。3年A組前田心先輩。もっと間開けてみよう。
3年 A 組前田心までは淡々って言うから3年 A 組前田心先輩先輩、うん、あって入れちゃおうか先輩、うん、はい、それでもう一回言ってみようか3年 A 組前田心先輩あ、いいねいいねいい感じなんか初めての経験がすごい多くてダンスは習っていたんですけど歌とかも歌ったことがなく未経験だったので結構苦戦するところとかもあったんですけどたくさん吸収できることがありました3年 A 組前田心先輩悪くないな、うん、もうちょいやってみようかはいでも行き切っちゃった方がいいでしょうね先輩あの先輩の方に先輩うんああそれでやってみようああはい3年 A 組前田心先輩いいんじゃないねなんかこう可愛、うん、くて、うん、オッケーじゃあちょっと待ってね9人でせっかくあのメガネの男の子以外にやらさせていただけるのでなんかそこはその中心人物、中心人物じゃないけどあの私たち4人がこう目立ってやるぞっていう心づもりでやっていけたらいいなと思いますてか女の私も叶わないあーはーはーいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないそんな感じじゃないわーてか、ワン、ツー、スリー、フォー、てか女の私も叶わないうん、それでやってみようかはいてか女の私も叶わないお、よくなってきた、よくなってきたお私は研修生に加入した時に一緒にこういた人たちはどんどんこうもうデビューしてて2017年のその5月の実力診断テストでこうもし自分の名前が呼ばれなかったらもうやめようって思ってましたそしたらなんか最後にこう名前呼ばれてでやめなくていいんだっていう気持ちは結構強くててか女の私も叶わない惜しいな叶わない叶わない分かった叶わないじゃあちょっと泣きながらやってみようてか女の私も叶わないてか女の私も叶わないじゃあそれでやってみててか女の私も叶わないいいやんおうお人生の中でそのアイドルって今もなんか限られているじゃないですかずっとできるわけではないと思うのでだからなんかその短い時間をなんか毎日こう楽しく過ごしたいなっていうふうに思いますこれ開くと、これ開くとねえよ